時だからこそ、心に笑顔を。我らがスター、横山祐二。何をもって不要不急か、それぞれの思いが異なれど、せめてこの時間はゆるりと行こう。さあさあ、今宵も、スタートグレートマジシャンの対決、を聞き逃しなく <laughs> 横山ニ二リロシアには古くからこんな言葉が残っています溺れているものは雨を恐れない裸でいるものは盗賊を恐れないなるほど。 確かに裸だったら泥棒追い剥ぎが来ても剥がされるものすらないってことだよねなんかあの生身で自分がポンと行くともうこの仕事は成立していますみたいなそんな人間になりたいなと思います私が天才横山でございますこの番組は54歳になっています私天才横山裕二が広島の大人言元気を送る1時間の招待ってことですけども これあれなんですよねそのコロナになってからもう1年半が間もなくたとうとしてるじゃないですかでいろんなものが決まったり消えたり消えたり決まったりみたいなことを繰り返しててでこの U 字ショーもずっとあのスタジオに来てくださる方のみがゲストってことでしたけど最近はもう全然リモートでも大丈夫ですよっていうことになったし あとは変な話会社の中に両方ともいるのにスタジオの中に入ってこないでくださいみたいなことでリモートになってたりとかすることがあるじゃないですかそうするとまあおかしな摩訶不思議なムードになってたりするよなぁとは思いながらもでもこの時期だから学べたことっていうのもたくさんあったりするしこの時期だからこそこういうことを気づいたっていうこともたくさんあるよなぁとかって思って今週もさ いろんな出来事があって、で、これ、有事賞を始めるときにね、だいたい今週あった出来事で何か喋ろうとかって思ってるから、だからこうやってスケジュール上パッと開いて、今週何があったのかなとかって思って,って思い出すじゃないですか。だか今、はっと思って、俺、この土曜日だから今日ね、今日、頼み事されてたのがずっと、この日頼むねって言われていただけで、何の具体的なことも聞いてなくて、何にも詰めてなくて、 で、結局、何にもしてないんだけど、あれどうなったんだろうっていうのを今、はぁ、あ、って思って、すっごいびっくりして、6月12日、福山って書いてるだけだなの。<laughs> 俺、これ大丈夫なのぶっ飛んでたりとかしないのかな大丈夫なのかな怖こ, <laughs> こういうのがさ、ほら、だいたいもう決まったものが、だいたい直前ぐらいになって、すいません、岡山さんとかって、緊急事態宣言なので、とかって、ああいうの慣れてて、で、消すじゃない。 で、どうせ、これ決めててもないだろうな、みたいな感じでお互いに思ってたりするんだよね。で、多分、その時もそうだったと思うんだよ。だから俺も、俺ね、その自分が決まったスケジュールみたいなことを、スケジュール帳左側は、その、毎日のことが書いてある。で、右側は、その、どーんと、何でも書けますみたいな、フリースペースみたいになってて、フリースペースのところに、いろんなことを、こう、書き込んでいくの。で、上に書いてあるものは、決定事項。 で、下の方からこう書いていくものは、まだ決まってないもの、みたいな感じになってん一番下に書いてあるんだよ。だから, <laughs> だから、あんまりないんだろうな。でも一応、6月12日土曜日福山でお願いしますねって言われたから、一応書いとこうかって書いたけど、何にも、あそこから何にも連絡もけてないし、こっちらも連絡してないことを、今パッとめくて、あえ、嘘終わってんだけど、大丈夫 俺ぶっ飛ばしたことになってないって一生思って、鳥肌がブンって立ったんだよね <laughs>。いやいや、こんなことばっかだよね、最近ね。だからもう予定も立たないし、で、立ててても叶わないしとかって。でも、こんな状況の中とかでも、実はいろんな方々がコンサートやってたり、トークショーやってたり、イベントやってたり、で、それはちゃんと、その、例えば50%を守ってますとか、ね。 なんかあの、消毒するとか、あとは、ちょっと検温しますとか、手洗いとか、うがいとか、冷降しますとか、あとは、例えば自分の住所書いて中に入りますとか、みたいなことを守りながらやってたりするけど、最近ほら、テレビとか見ててさ、誰々誰々のコンサート実施、えー、何月何日どこどこホールとかあったりすると、え、宣伝するか、できるかな、とかって思ったりすんのよ。で、俺の好きなさ、 角松俊樹さんがね、有事賞にも何度も来てくださいましたけど、が来週の土曜日19日にデビュー40周年っていうライブを横浜アリーナでやるの。ほいで、もう人間ももう2分の1とかになってて、12000人入るところを5000人から6000人とかになってて、で、声を出さない。で、その代わり声を出したいけど出せないっていう方のためにちっちゃいタンバリンを売りますっていうのを。 やってて <laughs>、それはいいと思って。で、その、タンバリンを売りますってことをやっててさ、で、俺、すごい行きたかったの。で、その、角松さんの周年のコンサートっていうのは、とんでもない派手だし、その、こんなコンサート見たこともないみたいなことをされるので、あ、見たいなーと思って、で、うまいタイミングだったらいけるんだけどなぁとかって思ってて、19だから、いけるかなーとかって思いながらも、いや、でもな、緊急事態宣言とかあったりとかするからなぁとかって思いながら、ちょっと二の足を踏んでたの。 ただから、あの、チケット完売しましたよ、みたいなのが来て、あ、完売したのか。もうこうなると、あ、もういけなくてしょうがないや、って、こう、ちょっとこう、ある意味、開き直りができたりとかするけど、もし、余ってたりとかしたら、いけるよな。でもな、今、県をまたぐとな、うん、なんか、俺個人はいいんだけど、県をまたぎましたって言うと、うるさい人もいるし、とか、で、みんな、こんな、こんな感じになるのよ。で、どうしようかな、とかって思ってたけど、まあさ、 この時期だからこその楽しみ方とか、で、こういう時に集まった人たちの結束の強さとか、思い出の深さみたいなのって、やっぱ、今までと違うよなぁとかって思うの。で、やっぱそれはさ、あの子供の頃俺、中学校3年生の時に修学旅行があって、で、九州一周だったの。で、 ぐるーっと九州を宮崎から、鹿児島の方からぐーっと回って、で、長崎とか行って、で、最後に楽天地っていう場所に行ったんだよね。遊園地。で、クラスのみんなで楽しんだの。で、楽しんだ後に、じゃあ帰りましょうかって言ってバスに乗って、で、バス何台か連なってたら、真ん中ぐらいのバスがパンクしたの。それで、動かなくなったからみんな足止めを食らって、で、 ああでもない、こうでもないって大人たちがやってて、で、しかもバーンって言って、ガラスが割れたかなかなの。で、怪我をした人はいなかったけど、でもすごい大変なことになって、で、警察が来たりとかもしてて、ああいうのとかは、あの時もワクワクしたの。で、今も、あの修学旅行で覚えてることって、楽天地からの帰り、バスがパンクしたよね、っていうことはすごい覚えてるの。だからやっぱその、困難なこと。 とか、あとはその、予期せぬことが起こった時の衝撃や衝動っていうのは、ずっと脳みその中に焼きついてんだろうなと思うし、その時にあったいいこととかが、なんか自分の人生を柱として支えたりもするんだろうし、その時あった嫌なことって、平成から嫌なことだったりとかするじゃない今コロナあったりするもうほんめんどくさいじゃない。その中であった嫌なことだから、より深く嫌なこととして刻まれたりするんだろうなって思ったりすると、どうせならば、 同じシワでもさ、今ほら、女優さんとかさ、そう、テレビで出だしてる方とかでさ、もう、顔をさ、ものすごいもう、あの、何、ゆで卵のアイスみたいな、パンってなるやつ。<laughs> なんか、卵の形ってやつあ、チューチューとかって言ってたんあれみたいにギュってもう、シワを無理やり伸ばしてる人がいっぱいいるじゃないですか。あれ見たりすると、いや、シワはシワでも、いいシワと悪いシワっていうのがある。でも、その人たちは、シワが悪いと思ってるから、伸ばすわけじゃない だけど、あの、いいシワの刻まれ方をすると、いい年の取り方をするよなって思うと、同じこの時期に、その自分の心の中に刻むのであれば、いい出来事として刻むことが多かったらいいなと思うので、今日も皆さんと笑いながらお送りしようと思う、週末の夜の惑のステージング、ザ・横山友二賞。今日もごゆっくりとお楽しみください。 早くも父の日アピールを頑張っているお父さんを見かける今日この頃街行く人はどんな姿を私たちに見せてくれるんでしょうか街角実況中継今日はとある駅からお伝えします解説は街角ウォッチャー山田さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますあドクターイエローですよ本当ですねあれ元気ないですねどうしたんですかニュース見ましたか私の大好きだった女性が結婚してしまったんですよ元フジテレビのアナウンサー加藤綾子さんですね カトちゃんロスです。カトパンでしょドリフターズ関係ないでしょでも二人でいい湯だらしてるんでしょズンズンどこしてるんでしょ何ですかズンズンどこって。でも私も妻の実家に挨拶に行くときは緊張しましたよ。 家の前で行ったり向かったりしてました。行ったり来たりでしょ行ったり向かったりじゃあっという間に家の中に入ってますよ。あ、間違えました。行ったり来たり、危険な二人。それジュリーの曲ですよ。行ったり来たり、中富のかまたり。たりで終わる言葉考え始めてるでしょう。行ったり来たり、何を言おうと迷っていたり。はい、もうおしまいです。あの頃は妻も若かったなぁ。 年の頃なら24、6。それを言うなら24、5か25、6でしょ年齢の幅広いですよ。かわいかったな立てば尺薬、座ればボタン。歩く姿はゆりげらゆりの花ですよそんなに怒らないでくださいよ。スプーン曲げずに、へそ曲げますよ。街角実況中継解説は街角ォッチャー山田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はとある駅からお伝えしました。 やいだ瞳」ひとみで「ずっとそばで見守っているよ」そして開拓団で「街角実況中継」とある駅編ってことでしたけど俺はね今ね「ザ・横山有二賞」って書かれた QC となるもの これペライチこんな紙一枚これ一枚で喋って何にも書いてないんですよ <laughs> これ見ながらまあ喋ってるんですよ簡単に時間管理っていうことでいうとであと1分以内にゲストコーナーに行かなきゃいけないんですけど俺矢井田ひとみさんのことが好きなんですよでまあやいこですよで今年21年でデビューしてで何気にあの熱狂的に応援してますよじゃないけどあ俺この人好きなんだよねっていう感じでずっと ずーっと聞き続けててさああ今日やい子なんだと思ってて言ったら「八重田瞳」「ずっとそばで見守っているよ」って書いてあるところの下に「コメント」って書いてあったのでもあっ俺八重田瞳好きなの八重田瞳が「あ、天才横山さん八重田瞳です」とかっつって出てくるのかなと思ってよく見たらコメントじゃなくて「コント」って書いてあった <laughs> コントとかいうの書かなくていいからね本当に なんで、コメントねえじゃんと思って、今全然何にも思ってなかったただ単に一人で落胆してたっていう時間でしたけれども、この方と会うと何にも思ってないのに、急にびっくりさせられるっていうことが起こります。今日のゲストはこの方横山トーークショー Today 広島が誇る世界的マジシャン、内田高光 内田貴光昭和49年生まれ広島県出身15歳の時にマジックに出会いマジックを始めてわずか5年間で国内の主なメジャータイトルを独占します1994年にはマジック界のオリンピックといわれるフィズム世界技術大会テクニック部門のチャンピオンに輝き翌年にはヨーロッパで最も権威のあるマジックハンズ・コンベンションで日本人初のグランプリを獲得 そしてこれらの受賞を皮切りに海外進出を果たし世界各地での出演を重ねその技に磨きをかけます1997年に国内で本格デビューし実力実績ともに世界最高峰のマジシャンです <laughs> あのゲストが来るはずだったものが来なくなった時に、はいはい、あれじゃあもう 高光くんか、みたいな。<laughs> ですよね。<laughs> 昨日も夜、深夜ですよ。横山さんから、はい、LINE ピコンってなんて、誰だと思って、横山裕二ってなってたから何、何 <laughs> と思ったら、本文読んだら、<laughs> 高光くんゲストが飛んだって。明日、<laughs> 今日、<laughs> 13時から電話出演いける <laughs> なんか普通の業務連絡になってますよ。<laughs> <laughs> だから、高光くんが出てる回を <laughs>、はい、をう、有事証で紐解いていくと、 あ、はい、ここで一回ゲストがブッキング失敗してんだ、みたいなのが分かってくるみたいな状況だから、俺たちも、はい、あ、そっか、去年の8月以来ってことは、去年の8月にもそういう時期があったんだ。そうそうそう。いや、でもね、その去年8月に出てもらった時に、はい、そのまあ、マジシャン、小ビジネスの世界なんで、そのコロナは大変ですよ、みたいな話をしてたけど、 そこからおよそ10ヶ月なんですけど、はい、どんな10ヶ月だったですか、ええ、まあ正直状態はあの8月よりも良くはなってないですね。なってないね。はい。うんうん、その小ビジネスのそのビジネスとして考えると。はい。なってないですね。はい、まあでも、まあそういう時期だからこそ、まあいろいろ普段はしやらないようなマジックに時間を費やしたりとかもしてはいますけど、うん、はい。そこでなんですけど、今からお話に入る前に、一<う>つあることは先にやりたいことがあるんです先に、はいはいはい。 はいはいはい。で、あのですね、僕、横山さんと、あのうん、ディレクターの森下さんにメールアドレス聞きましたよね。はい、お知りました。はい。そのメールに向かって僕は今から、うん。いつメールを送ります。二、うん、人に。うん。同じメールを同時に。うん。で、今は送るだけなので、はい。まだ後でちょっと見てみたいと思うので、うん。その時まで絶対にメールは開かないでください。わかりましたわかりました。した手元に一応スマホとかあります携帯あります。 ありますあります。ありますあ今から送信しますので、今の時間に送信したってことを覚えておいてくださいね。うん。わかった。はい。今もうメール送りました。わかりました。まあ反応早ければもうブブってくるかもしれないですし、うん、あのホーム画面の方に出てくるかもしれませんけど、うん、とにかく今もう送ってますんで。あ、来た,来た,来た。来てます。じゃあそのまま、あのスマホは伏せて、画面伏せて、あの端の方に置いときましょうか。わかりました。 ですね。<Okay. S 2> はい。とりあえずこれだけちょっとやっときたいと思ったので。うんうん,う,んうんうん。なんとなくこ今の時刻に送ったということを覚えておいてください。わかりました。はい。じゃあ、あの、ちゃんと話します。<laughs> もう俺逆にメールが開きたくてしょうがなくなった。はい、<laughs> <laughs> どんなことされるんだろう。うね、最後に、あーって多分言うんだろうなと思って。<laughs> いや、でも。それは後のお楽しみです。そのね。 その、はい、まあ、高光くんは前向きに、こうやって表に出る人だから話すんだろうけど、はい、その、はい、この時期だからこそできることをちゃんと粛々とやっていって、あと自分のスキルアップもしてとかっていう話だけど、はい、とはいえ、やっぱりさ、その儲け口がないっていうかさ、はい、まあ大変だよね。そうです。まあ、うん、もちろん経済的な部分もめちゃめちゃ大変ですけど、うんうん、今こうやって僕がまあ目標を作って言ってますけど、本当にもうこれ空元気なので。はいはいはい。 まああのー、今言ったように儲け口がないっていうのもあれだし、うん、そういうふうに見てもらうところがないっていうところも、うん、で、何かあるかなと思ったらすぐなくなっちゃったりとかっていう、はい、その、めちゃめちゃ揺さぶられる、うん、いろんな意味で、普通はなんか精神で揺さぶられると高まるじゃないですか。はい、けど、こういう揺さぶられ方って落ちちゃうじゃないですか。うん、そうだね。だから落ちないように、もう身近な目標設定を無理やり作って、うん、はい。 もうなんか元気なふりしながら頑張ってるっていうのはありますよね。うん。やっぱ、ほら、例えばツイッターとか、フェイスブックとか、はい、はい。で、その、いわゆる SNS と言われるもので、いろんなミュージシャンとか、はい、高見くんのたちみたいなマジシャンだったりとか、はい、あとは、それこそ演劇だったり映画だったりとか、いろんな業界の人たちが、こんなことしますよとかつって、発表になってたりとかすると、はいはい、また緊急事態宣言でダメになりましたとかも含めて、 あと、ね、やってることのサイズ感、規模感みたいなのが、ものすごくちっちゃくなってたりとか。そうです。で、はい、やることも、とても無理やり感があったりとか、するのを見ると、はい、いや、本当、うん、心を折られないように、懸命に、立ってんだな、みたいなのが、すごいよくわかりますよね。そう,よそうです。みんな,な、だから、しのいでるんですよね。うんうんうん。うん、どうにか、だからそうやって自分なりに、も小さくてもいいから、目標を設定して、うん そういうものがないと本当にモチベーション下がる一方なので、はい。だからモチベーションを維持していく、そして高めるためには自分なりに今できる範囲での目標うん。本当近いところの目標から決めてやってって感じですね。うん。だけどそれ聞くと、うん、その、はい、先月5月29日と5月30日に、はい。はい、その東京でプレミアムマジックサロン3っていうのを開いて、はい。で、これが、はい、まあ、両日ともソールドアウトだったじゃないですか。 そうですね。ありがたいことに。待っててくれてる人がいるんだなとか、あと、そうなんですよ。ね、こうやって披露できる場所があると幸せなことなんだな、みたいなのが、もう、ものすごい実感できるよね。そうなんです。うん、で、それを一つ、あの、目標と据えることで、向こう、だから先の、えー、何ヶ月間はそこに向けて準備できるじゃないですか。はいはい。そうすると、することがあるじゃないですか。うん,うん。しなければならないこと。はい。で、それがあることによって、あの、 継続でできるんですよ要するに今どっちかというと、僕らってどっちかというと別どっかの箱にずっと出続けてとかは普通ないので、ピンポイントでのオファーを受けて仕事になるじゃないですか。はい、でもオファーがないので今の状態ではパーティーがないイベントがないってい感じなので、はい、だから自分でそういう公演を、うん もう自主公演するしかないんですよね。そうだね。セルフプロデュースをどんどんしていって、イベントを立ち上げていかなきゃいけないってことよね。そう,そうなんです、ね。はい。ええー。もちろんそこは無理もないように、その、まあ小規模なものにはなるんですけど、今回もそのプレミアムマジックサロンってそもそも1回目をやったのが、えっ、ー、と、去年の2月29日だったんですよ。はい。ギリギリ。ギリギリだね。前で、なん、はい、とか、まあまあ、まだみんな、え、どうなるのって感じでギリギリできたんですよ。うん,うんうんうん。で、まあ小屋自体も、 えー、まあ50人ぐらいの小屋なんですよ。もともとちっちゃいんですよ。その雰囲気が僕気に入ってて、みんなとも距離も近いですし、うん、で、まああの、大きな派手な演出効果もなしで、はい、もう本当に素明かりの明暗つけても、そういう音の演出とかぐらいの程度でですね、どっちかというと、あの、うん、要は、すっぴんの僕のマジックの技と、不思議で勝負するってすっぴん勝負の場と思っているので、うんうん、で、それで立ち上げたんですけど、 次回やりましょうってなったら、8月に第2弾をやったんですけど、はい、その時はもう15人にして、で、それでまあやって、まあ、今回は半数でっていう、まあ、ルールにのっとって、半数までの25人でっていうふうにやったんですけど、うん、だから、人数減って近ければ近いほど、うん、またみんなのいい意味での集中力も上がるんですよね。サボれないじゃないですか、うんうん、見てる方も。そうだよね。何百人っていたらなんかぼーっとしたりする人いるかもしれないですけど、うんうん、みんな真剣に見てくれてるので、うん ま、それなんか痺れましたね。やっぱりそういうの力もらえますね。で、しかも人前でするのとかもなかなかないから。はい、で,でもちろんそのテクニックを見せていくっていう新ネタもあったりとかするわけじゃないですか。はい。ちょっとやっぱ緊張感が今までと違うよね。もう全然違うし、今回特に思いました。<ー>前回とかまだだったんですけど、うんうん、いい加減今回思いましたね。うんうん、っていうのが終わった後にめちゃくちゃ疲れてるんですよ。ああ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 。 もう何十倍と言っていいんじゃないっていうぐらい、うん、初日、まあ、全部で5回やったんですけど、はいはい、まあ70分か75分ぐらいのショーなんですけどね。うん、でも言っても、そのイリュージョンショーとかとつ違って、その体力をめちゃくちゃ使うわけでもないんですよ。うんうん、だけども、もう初日2回目終わった後の疲労感が半端なくて、うん、で、他のスタッフもなんか、 なんかめちゃくちゃ疲れたんすけどってうんですよ。なんだろうねって。やっぱ本番離れるってこういうことなんだろうねって。そうだよね。で、特にほら、高光くんとかって、このプレミアムマジックサロンとかはそのみじくも2月29日が最初だったって去年のね、話だけど、本来はそのイリュージョンマジシャンじゃないですか。だから大ホールで、大ホールですごい皆さんに不思議を見てもらうっていう感じだから、だからあえて、 そうじゃなくて小さい場所で見てもらおうって言って始めたものだったじゃないですか。そうなんですよ。ね、だけど、それが、逆に今のサイズになっちゃったってことだもんね。そうです、そうです。で、その小屋で始めてたから2回目、3回目ってトントンともう分かった場所で、分かったスタッフでできるので、良かったのかなと思いますよね。医療上昇だけってやってたら、じゃあこれどうやってサイズダウンするのどっちにしろ人減らしたらもう絶対に再三はわなくなるじゃんとかっていう、辻褄が合わなくなってたと思うんですよ。 今回、まあ、これ始めてたのな、はい、かったなっていうところではあります。いや、でもそうだよね。なんか本当偶然、たまたまではあったけど、はい、そうなんです、はい。その1回目の2月29日がなかったら、その、これやってなかったかもしれない。やってないよね。あと、思いつかないし、そうです、そうです。どういうふうに自分がこれから人前で見せていくのかとか、うん、で、YouTube とかも始めたりとかしたじゃないはい、はい、はいえー、とはいえ、やっぱりその、人の前でやると、 あと、その、体感してもらうというのがやっぱマジックの醍醐味だってするはずだから。そうなんですよ。うん。よりマジックって、配信とかオンラインには弱いと思うんですね、マジックって特に。はい。で、あの、ま、オンラインといえば、だから、ま、初め YouTube やってたという話ありましたけど、YouTube は去年の緊急事態宣言が出て、僕は絶対やらないであろうことをなんかやってみようというので始めて、はい。 で、2020年内にもう辞めるって決めてたんですよ。うんうん、で、最初は緊急事態宣言内は毎日出してましたからね。大変でしたけど、それから緊急事態明けて、週一で、うんはい、あの、年末までずっと出して、うん、それが一つの、やっぱり、さっきも言った目標というか、モチベーション維持するための材料だったんですよ。で、そこで終わって、じゃあ、年明けましたって状態、 もっと悪くなってるぞって感じだったんですけど。はい。じゃあっていうので、実に言うと2月にはオンラインマジックショーっていうのをやったんですよ。はい。で、もう本当に、えっと、生配信で、その場で、ズームっていうのを使って、うん。結果、100名ぐらいのお客さんがその時見てくれてたんですけど。うん<ー>。で、そういうのをまずやって、うん、3月には本当にちっちゃい、あのー、場所で、うん。プライベートクローズアップライブって言って、間近で見せるものをちゃんとあの、安全に見せていくって、もう1回も10人ぐらいしか入れれないんですけど、はい。 まあ、再三の動画絵でそういうふうに3月はそういう目標を作って、うん、で5月の末この間のサロンでって言ってやっぱり目標をトントンと置いて、うん、そこに向けて作ってってるんですよねマジックを。かということで今日のゲストは広島が誇る,誇る世界的マジシャン内田隆光さんっていうことですけどもうなんかありがたいことでさ俺はね あのーまあ、アナウンサーじゃないですかで好き勝手やらせてもらえているのでそのアナウンサーっぽくないですよねとか言ってもらえたりとか、まあ、自由にやってますよねとかってで自分でもあのやりたい仕事ともうやらない仕事っていうのを決めてたりとかするからオーダーが来てもあやんないですとか。 もう明確に言えたりとかするので、そのサラリーマンっぽくないよね。っていうのが売りだったりもするけれど、高光くんとかってリアルに自分の才能を信じて、しかもマジックっていうさ。ほんとこれで食えんのみたいな。わかんないじゃない。例えば自分の身内がマジシャンをやりますって言った時に。 え、それどうやって食うのみたいな気が、俺はほんとするの。だけど、世界でラスベガスとか行ったりとかすると、とんでもない、その、億万長者になったりもできるようなとこだったりするけど、ああやって勝負をかけた人っていうのを、普通に俺たちが呼べるっていう、この、ありがたさっていうのはもう、なんこの、高光くんには言っても言い聞かせないぐらい、もう、とんでもあざーすみたいな感じで、その、うちの高光くん、まだまだ続きます。はい、で今思い出したけど、はい。去年か今年 入って、沖縄であったよね。さ、はい、あ、そうでしたね。沖縄だったね。12、12月で十二、ね、12月かね、<だ>あれね。はい。僕は12月、1月の頭ぐらいまで沖縄にずっといたので。で、なんか、俺たちが映画のキャンペーンで沖縄行った時に、高光くんがいるみたいになって、高光、ベタで沖縄にいたんだよね、ちょうどね。そう,そうです、ベタでいたんですよ。うん,うん。 ええ、そうだそうだ、桜坂劇場であった、沖縄の映画館で。でねね、そうですね。ね、う、え、ん。いや、でも、あの時に高光君と話したのは、ええ、そのお互い大変ではあるけれども、はい、まあ、そこまでもうそろそろ、そんな長くはないかもしれないから、ですよ頑張んなきゃいけないよねって話したけど、はい、ちょっとこの6月になっても、ええ、なんかこう、うん、全然あの状況から変わってないし、どっちかというと、もっと重たくなってるみたいな感じを考えると、<laughs> そうなんです長いよね、この期間はと思うよね。そうなんですね。だから多分会うたびに、うん、僕、有事賞去年は8月と、その前は3月に出てるはずなんですよ。で、その3月の時僕、たまたま広島に帰ってたから、はい、時間合わせて収録日してもらって、うん、あの、スタジオでやりましたもんね、あの時そうだったね。 いや大変になるけどどうにか頑張ろうねみたいな感じで言ってたら、どんどん会って挨拶するたびに何かひどくなってるねっていうのがあったので、そろそろ良くなってってほしいかなっていうのは思いますね。そうだね。いやだって有事賞なんかもさ、えーはい、そもそもがもう12、3年やってる番組だけど、はい、基本的にはスタジオに来られる人、だから直に会える人だけをゲストにお招きしているっていうことが売りだったし、 はい、で、そうじゃない人たちは、君こそスターだっていうコーナーがあって、ちょっとあの、尺短くなっちゃうけど、紹介はしますよ、みたいな形で、ずっとやってきてたのが、はい、もう、この一年半ぐらいずっとこうやってリモートで、やり続けてるから、はい、だからもう、最初の、その、大きな趣旨みたいなものがもう明らかに変わってるけど、はい、でも、逆に言うと、こうやって高見さん今東京にいるけど、高見さんがゲストに来てもらえたりとか、はい。まあ、いい、いい風に考えていこうよ、みたいな、 そうです。ね。なんかだから今の状態で、その、考えうる自分たちにとってプラスのことを、なんとかして自分たちの身となり、骨となり、みたいな考え方に変えていくみたいな、こう、自分を説得納得しながら前に進んでいかないと、なかなか進めなかったよね。はい、そうですね。うん、だからもう、今悪いとこ探ししたら悪いとこなんてすぐに見つかっちゃうから、あれだから、もういいとこ探しするしかないと思うんですよ。うんうん、で、そこで、あの、 プラスのことばっかり考えてちょっとでも、自分の中身明るくしないといざ人前に立って暗いまま立ったらもう絶対バレますから。はいはい。うん。だから今回も、その、久々の本番っていうので、自分では、なんか緊張してるつもりもなかったんですけど、その、やっぱ本番前にドキドキするの僕好きなんですよ。うん。あれがたまらないんですよ。はいはいああ、アドレナリン出てるかな。で、舞台にパッと立った瞬間がたまらないじゃないですか。 だけどもう、今回、あ、なかなか結構緊張してるなって自分でちょっとあったんですけど、本番始まっちゃえばわかんないけど、うん、終わった後にさっき言ったすごい疲労感があるってことは、<ー>実を言うと緊張してたんだ。いやーでも、その高道くんの、えー、その、いつもの下手さ何十倍も疲れたっていうのは、えー、ちょっと実感だよね。そうです。うん。うん。けど本当にいい意味でいい勉強になりましたね。俺も。本番の大事さってのが。2、3ヶ月前に、 はい。久々に人前で講演会みたいなのがあって。はいはいはい。で話をさせてもらったの。はい。で、考えたら1年ぶりぐらいに人前で、はい。いわゆるトークショーみたいなことやってて。たださ、なんか地に足がつかないの。こう、少しずつさ、うん。スパイクで前にこう進むように、ガッガッガッって進むような感じがトークショーなのね。こう、ライブ感があったりするから。はいはいあれがさ、ずっとスケートリンク滑ってるみたいな感じで、 うん。喋ってはいるし、みんなも笑ってくれたりとか、感心したりとかしてくれてんだけど、自分だけが、なんかこう、はい、ストッパーがかからずに、はい、ただひたすら間が取れずに喋ってますみたいな、えー、はい。そう、緩急のつけ方忘れてたりとか。なるほど、そっか。おしゃべりもそうですよね。ね、当たり前のように今までやってたお客さんの笑いを待つとか、うんはい、ちょっとここで、素になってみんなにハッとさせるとか、みたいなことが、自分の中に、 なんかもう、えー、欠落してて、ひたすら、ドワーッと喋り続けて一時間やって、はぁ、ー疲れたーとかって思ったけど、ええ、はい。いや、確実に人前でやることから、遠ざかってた自分のトークだったわ、とかって実感したから、うんうん、なるほど。えー、やっぱ高見さんとかそうやって、特に人に不思議を見せる、その、はい。ね、いわゆる超常現象みたいなことを、昔だったらだってね、なんか、えー、いわゆる魔法使いなわけじゃないですか。 はい。それを久々にってなったら、そりゃなるね。そうなんですよ、ね。うん、で、しかも、あの、舞台に立っている側って、うん、何倍にもその、なんて言うんだろう、負を増幅してしまうじゃないですか。あ、まずいな、まずいなっていうのを増幅して、それを隠そう、隠そうとするんですけど、うんはい、実を言うと、表から見ると、いや、全然そういうの感じなかったよって、後では言われるのは分かってるんですけど、はいはい そうでなければならないじゃないですか。うん、お金もらってるわけですそ、ね。そうなのよね。うん。だけど、その、見えない部分でどんだけ余裕があるかで、うん、ん。ほんと、まあ、少しずつの積み重ねで良くなっていくわけじゃないですか。うんうん、それがなんか、い<や>ほら、<れ>ベテランになっていくってことだもんね。そう,そうです、そうです。離れしていくというかさ。えー、えー。 その部分の見えない隠してる、こんだけ余裕あるぞっていうのは背後に持ってなきゃいけないのに、うん、今回それがなかったなっていうのが、反省点っていうか、もう、もうしゃあないなと思うんですけど、今のこの時期だから。うんうん、でもちょっとこれ言い訳しないように、なんかもうより本番をイメージした稽古とかをやってかなきゃいけないなと思って。うん,うん。ちょっと、だからまあ、そこの部分もすごい良い収穫でしたよ。で、これから、<laughs> ええ、ほら、夏に向けていくし、 <で>はい、まだちょっといろんなことが時間がかかりそうだなっていう気配がする中で、はいはい、これからこういうことしていこうとか、こういうふうになったらいいよねみたいなのって、プランってどうなってるんですか僕、実はともう大きなプランが、もうこれはもう何年か前からあるプランなんですけど、うん、だからこのマジックサロンも始めたっていうのがあるんですけど、僕、来年で一応25周年になるんですよ。おお、四半世紀。そうなんですよ。うん、で、 そ、そこで、まあ、集大成の、まあ、大き、大きな、もう、章、舞台を考えているんで、はい、もう予定はしているので、来年。で、うん、その、それに向けて、去年の、まあ、2月から始めて、年に2、3回ずつああいうのをやって、もう1回原点に戻って、素舞台で、うん、シンプルな技を磨き直して、うん、で、それ、そこでも、またちょっと、いろんなお客様とか、ファンの方とかと触れ合って、その25周年をドンと迎えれたらっていう、そういう計画で始めたんですよ、ね、は,いは,いはいはい、はい、はい。 だから、少人数でも、ちょっと継続はしようと思っているので、うん、で、今回も、まあ、宣言下ではありましたけど、はい、まあ、東京一応、まあ、半数だったらっていう、そういうルールを守れば、まあ、あまり大きな声では言えないですけど、はい、感激とかっていうのは、結構リスクは低いと思うんですよ。はいはい。ちゃんと来てくれるお客さんの意識とこちらの対応の仕方で、うんあのー、リスクというのは、すごく軽減、あの、だいぶ減らせることができると思うので、はい。 そこはもう、スタッフにも協力してもらったり、会場にも協力してもらって、やってっていう感じでしたね。うん、本当だからコンサートもそうだし、うん、で、はい、いわゆる劇、演劇とかもそうだし、まあ、高見すんだけど、ショーもそうだし、はい、もっとい,いや、えー、映画もそうだし、はい、えー。ちゃんとやってたらちゃんとできんだよって、本当思うじゃないですか、特に感覚も開けてたりもするし。そう,そうです、そうです。で、半分にしてるんですか、ね、そう、むやみやたらに、誰でもどうぞじゃなくて、本当今までだったらなかった体温を測るとか、消毒してもらうとか、はい マスクしてもらうとか、で、席開けるとか、もうほみんながすごいやってるじゃないですか。そうです。ええ、たらああいうのが報われてほしいなと思うし、で、逆に、あの、不要不急っていうふうにエンターテインメントはずっと言われてて、で、あら、今必要じゃないよみたいな感じで言われてたりとかしたけど、やっぱこんだけ1年半ぐらいこういう状態が続くと、みんなで集まって楽しみたいとか、なんかこう、生でいろんなものを感じたいみたいな、ものすごいいわゆる、 そういったエンタメ系に対するストレスとか欲求みたいなのが、お客さん側にもあるもんね。そうなんですよ。だからうん、うんま、待ってましたっていう方が、やっぱりこういう中でも来てくださるお客さんは、あの、絶対に注意して来てくれるんですよ。はい。やっぱ意識が、あの、軽いから来るんじゃなくて、意識が高いから、うんうん、そういう場所にも来てくれるし、はい。で、まあ、僕のこのサロンの、まあ、一つの今回良かったなっていうのは、まあ、もともと50名を25名ぐらいにしてとかなんで、うん、コ,ンコントロールは効きやすいんですよね。はい。 スタッフも少人数で毎回全部あの椅子とかも消毒しますけど、うんうん、そんなにも行き届くじゃないですか。これは何百人とかだとちょっと無理だったとは思うんですけど、はい、だからこれもちょっとラッキーだったかなと思ってて、うん、まあいい方に考えて、これはどうにか安全を担保して継続しなきゃ、うん、ねえ。錆びついちゃうなって思っちゃい,<や>いました。本当に。なんかもう指先から何から全部に油刺さ,さないといけないみたいに、特にマジシャンなんかテクニックのものだってするから、はい はい。いや、そりゃもう、聞いただけでドキドキするもんね。そうなんですよね。あとはでもその25年はい。っていうのが来年。はい。はい、なんか普通にバーンとできたらいいね。そうなんです。だからまあ、夏ぐらいにもう考えているので、うんうん、そこまでにはなんとかなってるでしょうって前も言ってましたもんね。うん、うん、そうそう、そうなのよ。<laughs> でも本当なっといてほしい、ね。なっといてほしいです、僕。うん、で、見に行きたいし。はい、ええー。うん。 で、そこで僕もそうだし、あの、お客さんとかファンの方も、なんかいい意味で、はい、いい意味で爆発できればなと思っているので、うんうん、だから今からもうどんどんその、なんていうんですか、爆薬をマジックサロンとかでどんどん貯めてってると思うんですね。うんはい、はい、はい。うん、えー。そっか、来年でももう25周年なんだね。そうですよ。早いね。<laughs> 早いですね。でもまさか一番油が乗ってる時にこんなことになるとはって感じだよね。そうなんですよ。<laughs> こないだそう、<laughs> 劇場の支配人の方、うん、そのまあ小さな劇場だけどいらっしゃって、うん、で、やっぱ年齢の話とかになったりとかして、40ってのがね、で、うん、今からが、特にまあ今もう4僕7になりましたけど、47とかでも、まだ若手って社会的にも若手っていう時代になっちゃったじゃないですか。 だからもう今ガツガツできるときなのにねえって話になりましたもんだよねあと今聞いて思ったけど、<ー>そっかもう高見君く47かと思ったね。そうですよ。<laughs> 世に言うアラフィフですよ。そうだ、ね。まあ俺がもう54だからね。考えてみたらね。うん、だからそれもすごい話じゃないですか。付き合いも長くなったね。<laughs> 長いし、横山さん自分で54っていう自覚あります何にもないよ。 でしょ何にもないですよ。うん。下手したら。20年ぐらい中身変わってないよね、そうだもん。30代ぐらいと同じような感覚で動いてるからね。はい。だから高見さんって絶対そうだよね。そうですね。うん。なんか、ちょっとそうやって、現実的にこういうふうに、本当に47年とか,なんか考えると、うん。すごいなと思うんですよね。うん、<laughs> で、今25周年って言ってよか言ますか、横山さんが四半世紀って言って、うん、あ、ほんまやわ、と思っちゃいましたもんね。そう,そ,うそ,うそう。 もう正規の単位で語れるからね。<laughs> そうなんですよね。<laughs> いやでも高道君その来年の、はい、その25周年のでっかいイベントに向けて、はい。コツ,コツ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 また、その、広島を出て東京で今、やってますけど、はい、こうやって有事賞とかは常に、はい、あの、困った時に高道君に頼ってるように、はい。高道君なんかある時は僕らサポートしますんで、ありがとうございます。はい、ぜひぜひまた、広島来た時も来てほしいし、 あと、うん、ゲストで困った時はまた高水くん出てもらいたいし。はい、だから僕は横山裕二の番組、<laughs> まあ、RCC の番組の代打の神様だと思ってますからね。<laughs> 打率高いよね。<laughs> で、高水くん。率高いです。常にこうやってラジオなのに、はい、マジックをいつもやってもらってますけど。やってますね。今日は、この収録が始まってすぐの時に、はい。俺の携帯にメールを送りましたと言いました。 はい。ここからマジックとかできますかじゃあ。あ、じゃあ行きましょうか。はいはい。で、ま、その間はまたちょっとまた別なので。別なの忘れていただいて。はい、別です。はい、で今からじゃあ、もう離れてるから物とかも渡せないじゃないですか。うんうん。だから、横山さんと、ま、ガラス越しに森下さん見てますよね。見てます。お二人にちょっとお手伝いいただきましょうか。ほう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 。今から、うん。イマジネーション。はい。想像の中でマジックを行います。なるほど。いいですね。これ、リスナーも、 イマジネーション使ったら参加できる、はい、あ、えっとですね。もうこれはもう二人にっていう形なので。わかりました。え、ま、毎度のようにリスナーの方はちょっと置いてきぼりです。<笑><笑>そうなんだよね。いつもそう。何やってるんですかって感じになるんだけどね。ただ俺たちがわーっていうだけなんだよね。<laughs> そうです。はい、でも、あの、これめちゃくちゃ、あの、頑張りますから。じゃあまず、横山さんと森下さん。はい。なんか他のことを考えてるとちょっと失敗する可能性が高まるので。うん。 えー、まず頭の中を二人とも空っぽにしてください。はい。もともと空だったらそのままでいいです、うん。そうですね。意外と簡単にできる作業でした。じゃあ今、お二人ともスコーンと真っ白になっている、まっさら、何もない頭の中に、うん、じゃあ横山さんは、うん、サイコロ二つ頭の中にイメージしてください。サイコロ二つ。はい。森下さんはサイコロ一つにしましょうか。 ですね。うん、じゃあ、あ、一応色分けしとこうかな。あの、横山さんは、黒と白のサイコロを頭の中にイメージしてください。うん、黒と白はい。黒いサイコロと白いサイコロ。<黒>ですはい。わかりました。二つサイコロが、黒、白が、まあ、モノクロの状態ですね、頭の中じゃあ、えっ、ー、と、森下さんはカラーにしましょうか。じゃあ、えー、赤にしましょうか。赤いサイコロを一つイメージしてください。今、合計三つのサイコロがあります。うん 今から僕が合図、どうぞって言います。どうぞって言ったら、頭のサイコロを振って、ぐる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 回転させてください。そして僕がもう一度ストップって言います。そうするとピタリと止めてください。うん。よかった。じゃあそこまで行きましょう。はい。では、サイコロを振ってください。どうぞ。はい。今、コロ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 。コロ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 。頭の中でコロ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 。コロコロはい。で、横山さん2つあるからたまに2つがぶつかったりもします。簡単だね。えコロコロいける。じゃあ、お二人ともよく聞いておいてください。うん。 今、今です、ストップ。はい。止まりましたね。うん。止まったということは、上の面がありますよね。はい。上の面の目を教えてほしいんです。うん。まず、じゃあ、横山さん、白いサイコロの目は1から6までの何になってますか ?1 です。1>, 1になってますはい。じゃあ、黒いサイコロの方は何になってますか ?3 です。1>, 1、3ですね。うん。白が1、黒が3。はい。じゃあ、森下さん。 上になっている面は1から6。何ですか赤いサイコロ。4だそうです。4。1、3、4ですね。うん。白が1。黒が3。うん。赤が4。はい。これって、この結果って誰にも絶対にコントロールできないですよね。うん。そうだね。僕とお二方が、あの、打ち合わせしとけば別ですけど。うん それやってたら身も蓋もないです、うん。あと面白くないしね。<laughs> そうですね。<laughs> で、リアクション絶対取れないです、ね。うんうん、そんなことは。うん。でも、これがもしあらかじめ分かってたらすごいと思います、ね。すごい。これを我々は予言と呼びます。おお僕、メール送りましたよ、ね。来た来たでは、はい、えっと、まだ、あの、まだ開かないでください。まだ開かないね。<laughs> もう、すげえ興奮してるん、ね、今。 当てられた後で、もう今、今の段階でも超興奮中。実を言うと、はい、えっと、僕は、あるメールを送りましたね、うん。その中には、写真が一枚添付されてるんですよ。ほうほうほう。どんな写真かというと、僕の自撮り写真です。<laughs> <laughs> 僕はね、どんだけ自分好きなんだって感じですけど、うん。 僕の自撮り写真を、あのー、送っているので、はい。今から二人で同時にそれを見ましょうか。うんうんうん。それぞれのスマホで。さあ、それではスマートフォン手に取って、メールをオープンしてください。はい、どうぞ。待ってね、待ってね。ちょっとロック解除して、ここにあるから、森さん開けるよ。行くよ、せーの。どうぞ。ほい。そして写真を見てください。すげえすげえすげえ そこには僕の顔のドアップありますね。うん、そしてその前に手に3つのサイコロを持っています。黒、白、赤で。それが1、3、4ですね。すげえだこれ。で、ちなみに受信した時間は今から30分ぐらい前のさっき、あの、冒頭に送った時間になってますね、ちゃんと。うん、ん後から送ったわけで,はないですか、ね、?28 分前。はい。なんて、俺さ、今、 実はスタジオに、サイコロの絵を描いてたの。はい、四角の中に丸とか、ああね、四角の中に点点点でこれ3とか。はい。で、森下のも4つとか。もう、まさにそれが、今、はい、高見君くんが28分前に送られた添付ファイルに、そのまんまあるもんね。あります。すげえなーちゃんとメッセージも読んでくれてますあ、今日も代打指名ありがとうございます。代打の神様だからね。 そうです。<laughs> すげえなんてだよ。これが僕の予言マジックです。いや、さすが。あの、腕が鈍ってるって言ってたけど、全然鈍ってないね。<laughs> <laughs> だけど、本当に、こんな感じの僕、あの、メールを使ったりとか、スマホを使ったりとかっていうマジックって、そもそもあまりしないタイプなんですね。どっちかというと、クラシックな技とか、はい、舞台でっていう感じなんですけど、うん、こういうのやるのも、 今回の、えっ、ー、と、こういう、まあ、コロナになってから、うんうん、こういう方面を開発したっていうのもありますので、あの、発明、作ってったっていうのもありますから。うん。いや、すげえな。はい。<laughs> いや、今日、この後、森下と飯食い行くときに、すごい話が盛り上がると思う。はい、あ、それと、あ、ごめんなさい。えっとですね、うん、この写真を受け取ると、 ごめんなさい、あの、ある義務がちょっとだけ発生するんで、それは守ってもらいたいんですけど、えっと、申し訳ないんですけど、うん、絶対にこの写真を、スマホの、待ち受けにしなきゃいけないんですよ。<laughs> めんどくせえ。今日新聞みたいなやつ。めんどくせえ。いや、すげえ。ね、今日から待ち受けこれですよ。わかりました。しばらくこれで。 はい。<laughs> 開けると高道くんみたいな状態作っておきますんで。ではい。<laughs> いやいや、参りました。よかったです。うん。いや、でもね、こうやって、日々いろんなネタはい。っていうのを自分の中に吸収し、はい、で、それをいつか今度、はい、今度吐き出すってところはい。っていうのがないっていうことは本当にマジシャンとって死活問題だったりするし、あとはそのモチベーションを保つこととかも本当に大変だと思うけど、いやいや あの、ええ、いつかその、高光くんが、この時期にやってたこととかがばーっと花開くと、僕ら信じてるので。はい。はい、はい。ぜひぜひまた、有事書とかは、あの、高光くんが、今僕出たいですって時も教えてもらったら、あの、枠開けて待っときますんで。<laughs> いや、なんかあの、ちょうど出たいなと思ったぐらいに、うん、あの、キャンセルで出たんだけどっていう連絡があるんですよ。<laughs> いい具合にね。<laughs> いい具合にあるんですよ。<laughs> 繋がってるんです。<laughs> そうだね。いや、でも、はい また、あの、今東京だけど、広島に帰ってくることがあったりとかしたら、はい。そうですね。広島でももちろんライブやりたいですし、ね、早くそうやって普通に行き来できるようになるのを待ってますんで。うん。で、また、スタジオでお会いできるのも楽しみにしてますんで。はい。はい、楽しみにしてます。では、広島で、あの、高光くんのこと、今どうしとんかいねと思ってる人もいっぱいいると思うので、メッセージなどがありましたら。はい。はい、えー、やっぱり僕はライブが自分の立つ場所だと思っているので、 えー、ライブにも必ず戻ります。そしてひの、広島にも戻って、えー、ライブやりたいと思っていますので、その時、えー、みんなで爆発しましょう。<laughs> はい。その爆発するところを我々も、本当楽しみに待ってますんで、はい。あ、その時、あの、MC ですからね。うん、もちろんです。<laughs> はい、<laughs> 日頃のお礼をそこでセベル返させていただきます。<laughs> <laughs> <laughs> でも今日もありがとうございました。<laughs> はい。こちらこそありがとうございました。はい、いしたはい。ではまた、会いできるの楽しみにしてますんで、ありがとうございました。はい 小山雄二賞ということで今日のゲストは広島が誇る世界的マジシャン内田孝光さんってことでしたけどもすごいねなんかねほらその昔「スター・ウォーズ」とかあったじゃないですかああいうの見てるとあこういうふうに撮ったんだなーっていうことが分かったりとかしてたんですよだけどスピルバーグの「ジュラシック・パーク」あたりからどうやって撮ったんだろうってで 映画がなってきたんでですよで今はもう何も分かりませんぐらいの魔法の世界ですみたいな映像世界が普通に繰り広げられたりとかするけど多分マジックもそうなんだろうね昔はさそのハトが出てきますとかあとは人が消えますとかあったけど多分ハト出てくんねとか多分あの隙間に人が入ってるよねとかでもあそこに入るってすごいねとか。 あそこにハト入れててでわからないようにしてるってことがすごいよねみたいなその驚き方だったのがもうどうなってんだろうこれもう今日のあのサイコロマジックも全然わかんない何なのこれってでしかもこっちが考えるのなんか最初頭にあった数字があるんだけどそれを途中で変えたら高光君が戸惑うんじゃないかみたいな気がするのだけどきっとどうでもどういうふうにやってもそうなるようになってんだよね それ考えるとマジックの世界も変わってきたんだろうなそこでトップでい続けるってすごいんだろうなという迫力がありました来週はしゃべりのプロ西寄東さん登場ぜひ来週もお楽しみに天才横山でした